皆さんこんにちは、こんばんは。ココロリングゲームズ、ベイ君です。スーパーマリオメーカー実況をやっていきます。よろしくお願いいたします。まずこちら、ジャンプ、グーマジャンプいきましょう。クリア率が 3.65、 結構低いでございます。さあ、グーマジャンプということはクリボー踏んでけってことやね。え、違う、お前か。あ早いな、グーマさん死ぬの。まずはこれ飛ばな、あ、なるほどね。すべてを、うわ、めっちゃ難しいかもしれん、これ。よいしょー、いいってやって。いいね、いいね。これまた面白いね。私が押すのは、B ボタンだけ。上に、グーパージャンプ。頑張って。これめっちゃ緊張ある。ただ、これは、え、なにこれ。あ、なるなる、オッケーオッケー。これは、コイン一応取ってた方がいいよね。危ない。そんな高く飛んだらあかんぞ。そんな高く飛んだらあかん。よしよしよし、いけるいける、やったぜ。今めっちゃ右に逃げてたな、グーバさん。やっぱり臆病者。え、あ、なるほどなるほど。ってことはこうして、お、あ、そういうことか。下のトゲをしっかりと避ければいいってことですよね。オッケー、おもろい。おーい、おーい、おーい、よし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 、ナイスナイスナイス。さあ、次はちょっと早めに飛んだ方が良かったと思ったんだが、全然そんなこともなく。さあ、グーバは一体どこへ行ってしまったのやら。しかし、いける、なんとか。あ、今のミスはしょぼい。よし、オッケー、踏んで、落ち着いてジャンプ。いけたー、楽しいこのコース。さあ、続いて、おお、オッケーオッケー。まあまあまあ、これは言うても、これは勝手にね、道作ってくれてるんで、私はもう飛ぶだけ、タイミングよく B ボタンを押すだけのお仕事をしているという、そういう思いでありますが、よしよしよし、ええぞ。へえ、言うてからのスチャッ、え、え、びっくりしたびっくりした。今完全に死ぬ準備のその言葉を用意しとった。その、よけグリアやんけ。しかも死ぬ用意をしてた言葉がスチャやってんけども、めっちゃ殴られてる、グーバグーバめっちゃ殴られてた。というわけで、ジャンプ、グーバジャンプ。これまた面白いコースやったね。グーバ踏んでいくんかと思ったら、まさかの自身がグーバ。素晴らしいコースでございました。では次のコース、参りましょう。続いてこちら、クエスチョンオブザレッドコインズ。行きましょう。クリア率が結構低い、5% ぐらいでございます。さあ、問題、赤コインはどこにあるでしょうっていう、そういう感じかな。もしくは、謎解きが待ってるんでしょうか。さ、4つゲットしたらいいわけね。あ、なるほどなるほど。多分、ステージ制やね。踏んで4つゲット。オッケー！いや、これ楽しいやつよ。俺、これ大好き大好き、こういうの。で、こうして、まあ、耐えるやつはね。イェーイ！あれ？ちゃうの？オッケー。今のちょっとね、もったいぶった感じ、嫌いじゃないよ。こんな感じで、下に行きましょう。さあ、かっこいいセリフ言おうと思ったけど、噛んでしまうという最悪の事態を、してしまいましたが、次、じゃあ、この上行こっか。そうやね。あ、結構ある。お、これは、見て見て見て。めちゃめちゃはしゃいでる子たちいる、ここに。すげえ可愛い。最高に可愛いんだから、それを横目に入って。可愛いよ。しかも、お前ら、あ、そっかそっか。このレールに行ってるわけね。めちゃめちゃ足早いんけと思ったら、なんとかなりました。そして、これは要するに、危ない！上に行けばいいってことかな。あれ？違うな。おお、すげえ！ 2 段階ジャンプ、お前。なんでなんでなんで？で、二段階右折みたいなことしたんや。よくわからへんねんけども。さあ、花ちゃんをしっかりと踏んづけて、踏んづけて、右来る！よし！信じた甲斐がありました。いいね！今のね、制作者と私のこの信頼関係を築き上げた。そういう感じのね、気持ちいい感じになりましたよ。素晴らしいね。さあ、次行きましょう。私はもう彼を信じる。そういう気持ちでございます。さあ、ドッスン。と、こっちは大砲か。オッケー。んで、多分ここでワンナップくれるんで、こっち行きますか。ドッスン最後に行きましょうか。さて、これは一体私はどうすればいいんだい？右に飛べる？これ。よいしょ！オッケー、行けた。んで、あー、待って待って！わっどっちどっち？どっちが正解？スピンかな、でも。さあ行くぞ。多分、このままダッシュで行った方がいいやつや。踏んで、こうして、スピンで行って、スピン。で、お前、あれお前の位置ちょっと悪なかったか？なんか調整がいいのかな？よいしょ、よいしょ。で、ここで、あ、そうやね、オッケーオッケー。今のが俺が使えてたんが悪かったということでしょう。いやー、楽しいね。でね、毎回毎回この中間ポイントくれるのが本当にありがたい。大好きでございます。そして中間さらにゲットして、さあ、ドッスン。行きましょうか。お楽しみタイムでございます。わかったぞ。まず、こうやね。で、ドッスンが上に帰ってきてくれるんで、
こいつほん、ああさあ、しっかりとね、ここは一発で抜けてってさ、ドッスンさんがふわふわしてるんで、なるほどね、オッケー。左に行けば大丈夫ということでございましょう。さあ、この、びっくりした。ドッスンってほんと、ドッスンすらもできへんねんけど、大丈夫かな？これは乗ればいいってこと？オッケー。で、こっちに。いい乗り物手に入れたみたいな感じやな。え、ちょっと待って、ここ何やったん？君たちの存在は一体何やったんや？すげえ可愛らしかったけどな。踏んで、これで下に行って、ゴールかな？どうなんやろ？さあ、頼むぞ。これ以上難しいのは私、なかなか苦手でございますが、どうだ？お、これは一旦ではなかろうか。いいね。しかも、ヨッシー、私の大好きな。めちゃめちゃ花吹雪。見て。紙吹雪感。紙吹雪感半端ない。ヨッシーから生まれてる、そういう感じでございましたが、素晴らしい。これもまた楽しいコースでございました。というわけで、クエスチョンオブザレッドコインズ、めちゃめちゃ楽しませていただきました。では次のコース、参りましょう。続いてこちら、パニックピジョン。行きましょう。クリア率が結構低め、5% でございます。ピジョンって言ってるから、やっぱりこれポケモンなんかな。ね、ピジョンなん、ヤドランみたいな、そういう曲があった。うん。これピジョンなん？てテレさ、ちょうど真上におるけど。これピジョンやったんや。これは下に行ったんかな。で、ここ行くと、うわ、大丈夫。これあれじゃなかったっけ？なんか、任天堂のキャラっていうの聞いた気がするんだけど、びっくりしたー。ちゃうんかな？うわー、ワンマン来た、ワンマン。犬に食われる、犬にこれ、餌と思われてる、これ間違いなく。逃げましょう、逃げましょう。相当パニックなるわ、やっぱり。おー、で、これは多分ダッシュした方がいいんじゃないか？ダッシュしていく。さあ、下に落ちて、なんとか入って、あれは何？エンドマンみたいな。そういうマークが見えましたけども。こっからか、こっからか、パニックやぞ、これは。じゃあ幽霊追っかけてくる。鳥からしたら幽霊を襲ってきたらもう、シャレにならんもんがあるよね。こうして、こいつの減速した時の格好めっちゃかっこええ。はは、足が。やばい、オッケー。なんとかギリギリで入っていく。相当俺パニックや。犬に食われる。やっぱ美味しかったらしい。しかし私はもうマリオとして生きていくことを決めたと思ったら鳥で生きていく。さあ、走っていって飛んだらいいのか。うわ、これは落ち着いた方がいいぞ。むずい。オッケー、なんか鳥やから。高く飛んでる気がする。そんなわけないけど。で、やっそのミスなくそう、そろそろ。いくぞ。オッケー。もうね、あのミスほんまなくしたい。あの処方的な、これはパニックになる気持ちわかるけど。え、これどうすんの？あ、下見て。下に。いやー、ピンポイントファイヤーにも程があったよね、今の。あ、下行ける。もう、ピンポイントファイヤー2連発。で、このちくわに、危ない危ない、またピンポイントファイヤー食らうとかやった。このファイヤーマジ半端ないな。いけるいける。で、落ち着いて、よし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 、なんやその、なんやこのワンを思い出す感じ。ワンの倒し方してやった本で。すげえ懐かしい気持ちにさせてもらいましたが、あくまでこれはピジョンが、メインのコースでございました。というわけで、パニックピジョン、めちゃめちゃ楽しませていただきました。では、次のコース、参りましょう。続いてこちら、カイオンさんのコース。マリオがゴールするのを必死で妨害するクッパ。これはまた可愛らしいコースな気がしますが、非常に楽しみですね、これは。多分めっちゃ可愛いと思う。なんとか行かせへんようにしてんねんけども。おぉ、火入ってるよ。ちょ、待て。多分これ妨害頑張ろうとしてんねんけど、あ、クラウンか。あ、そういうことない。オッケーオッケー。ってことは、めっちゃ頑張ってるけども、なるほど、俺にはキノコというドーピング剤がいくらでもあるから余裕でいけるってことか。よしよしよし、頑張れ頑張れ。え、いける？結構これやばいかもしれない。結構このクッパさん、頑張ってると思う。背中のトゲが結構痛い、俺だ。背中のトゲがかなり痛い。いける！いけない！え、待って、食らう、これ絶対食らう。落ちて、いく。で、ここの妨害が半端じゃない。え、なにこれ？いくぞ。これね、あんまり気抜いたらあかんコースってことが分かった。かなり難しい。どうしたりどうしたり。一回これキノコ取って、で、いけるいけるよしよしよし、大丈夫。で、クリーンして、そう、クリーンで多分超えれるはずなんで、クリーンを、おし、あー、惜しかったー。この押し戻し感半端ないな。この押し戻し感半端ないねんけど、よしよしよしいいぞ。よし、いったやろこれ。やったクッパの妨害、すごかった。
多分ね、普通に戦うクッパよりも強い。そう感じてしまいましたが、これまた可愛らしいコースでございました。マリオがゴールするのを必死で妨害するクッパ、素晴らしいコースでございました。というわけで今回こんな感じで終了です。最後までご視聴本当にありがとうございました。楽しんでいただけたら高評価やコメントぜひよろしくお願いいたします。あとチャンネル登録もぜひお願いいたします。では次回もお楽しみに。ゴロリングゲームズのベイ君でした。バイバーイ。